黄色い花、これなんだろうね。でこちら朝顔、なんかコオロギがいっぱい鳴いてる。牡蠣の花がね、こんなに鳴いてきました。牡蠣の花で風でね、すっごく揺れてます。これね、ちょっと前までね、ほとんど咲いてなかったんですよ。それがね、秋になってね、急に咲き出しました。柳葉ルイラソウです。これね、多分ね、ヒガンバナの仲間ですよ。リコーリスとかいうやつじゃないですか。これね、ヒメヒマワリかと思われます。宿根ヒマワリって書いてありますね。花屋さんではヒメヒマワリとかね、出てたんですよ。柿です。まだ青いです。ヒガンバナの仲間、日本のヒガンバナとはちょっと違うんですけどね、リコリスって言います。こう色がちょっとちゃうでしょ、日本のヒガンバナと。ちょっとね、ピンクっぽい感じです。だからこれはね、ムクゲ、ムクゲですよ。ムクゲいっぱい咲いてます。リコリスの仲間です。ヒガンバナの仲間でリコリスで、こちらなんかペロペロねとかね言ってましたですけども、今は咲いてないです。シランって言います。紫のランって書いてシランですね。それでこれわかりますか。シランの種がついてます。このシランの種は持って帰って種をまいても芽が出ないんです。ランキンという菌がこのシランの根元に生息してまして、そのランキンの助けを借りて発芽するので、ランキンのいないところでは発芽しません。はい、これはサルスベリのピンクです。すごい綺麗ですよ、本当ね。でこのね、根元にね、オレンジ色のね、ユリみたいな花が咲いてます。これ何だと思いますか？キツネのカミソリとかいうの、いうやつ図鑑で見たことあるけど、それかな。多分ユリの仲間だと思いますよ。花びらの枚数が6枚、ほら。ユリと一緒だと。まあユリに詳しいね、YouTuber の方、何か教えていただきたいと思います。出ました。